ゃあもう早速見ていきましょうか。誰対誰ですかね、これ。カメメさん対、見えない。カメメさん対、まあしかしプレイヤーが分かるまでは。あ、バコツです。はい、さあ空前を刺して外の展開、長魚を刺して火力を取っていく。さあ崖上がり、回避上がりを見て、もう一度さあテーパーセントなので、今もう一度長魚が入って、あの逆側に行っても外の展開に持っていけると思って、あの今長魚を選択したみたいですね。前投げでも良かったんですけど、それを後ろ投げ選択したのは、そっちの逆方向の崖を選択したのはそういう理由だったみたいですね。あ、アシュさんですね、ありがとうございます。アシュさん空中上で、さあ終始自分の展開を維持していく。さあ回避に外の読み合いを狙っていく。上木を刺して、さあ針で、さあもう付き合わないぞと。そうですね、飛び道具どっちも多彩なんですけども、やはりもうこのパーセントになると一回あーっとここで空中上が刺さってバスト。さあ 11% 対 0%、 ここで5強で飛び道具をふんだんに使って近距離の読み合う拒否。しかしそれなら針でこちらからも仕掛けないぞと。さあそうですね、もうこの状態になっちゃうとシーク待って攻めないっていう状況で、タイムアップ狙ってもいいですしね。さあトゥーンリンクとしても攻めに行かなくてはいけない。上スマを刺して、さあ爆弾からのヒット確認が正確。空中前で、さあ展開がトゥーンリンクに流れてきている。空中後ろで、さあ針をジャンプでかわしながら爆弾生成。さあ爆弾を今ガードして浮いた爆弾を取りに行くのを読んで空中に後ろをやったみたいですね。さあタイトゥーンも分かっていると、そんな感じのプレイングですね。ダッシュ A で、ダッシュ A 思ったより上に行くので、展開作るのに非常に優秀な技ですね。あれ、さあ空中後ろで外に出して、さあ空中ニュートラルでバーストには至らず、しかし稲妻が出ている。おっと空中後ろで、しかしこれ おっと上 B を見て長魚を刺してバースト。さあ一本選手していったのはカメメシーク。おっと2本目、ディディコンゴを選択。ステージは村と町。さあ見ていきましょう、シーク VS ディディコング。このか、いや自分ディディコング実はメインなんですけれども、そうですね、いやこのカードあの一発一発としてはディディの方がやっぱり火力が高いんですけど、あのやれること的にシークの方が多いなって思って、そうですね、低パーセントの引っ掛け合いだったらシーク一度引っ掛けると当て半から外の展開に出して非常に有利になってしまって、しかし中パーセント 60% 超えたあたりからはちょっとディディもやれることが増えてくるので、このカードはそうですね、まあ五分だなってちょっと最近思ってますね。空中ニュートラルで、さあフリップを通して、さあパーセント、さあバナナを取り上げて下に投げて、さあ空中前と空中前が刺さっていく。さあディディとしてはここからバースト拒否を徹底していきたいところ。下に投げて、さあ下投げからバースト力、バーストの読み合いが、あ、ちょ、撃墜の読み合いが非常に多彩ですね。さあ台の上でダッシュを通して横強で回避上がりを見ている。上から復帰していく。これは空中上を引っ掛けて撃墜。さあ1本取っていくのは、あ、ちょ、1ストック取っていくのはカメメシーク。バナナを出してそれを取りに行くだろうと読ませて空中前を置いている。この、そうですね、このパーセントなら1回外に空前が入れば外の展開持っていけるので、ディディとしても崖で冷たい気持ちもあるので、なるほど。さあそこで掴めば上投げ空上でバーストアウト。おっと飛び方が、今村と町も相まって今怪しかったですね。撃墜が見えましたね。さあ外に出して
さあこのパセリマンさん、ネゴさん、さあバナナを刺して上スマッシュは見えたが、それに暴れが先に入っていく。さあこれはしかし外側にずらしている。なんとしてもまずは1ストック。おっとこれはしかし今ずらしは手前だったみたいですね。ちょっとあの突然の手前ずらし結構反応難しいですよ。さあバレルで、あれ結構発射した瞬間に外に結構低く飛ばすことがあるので。おっと上スマッシュ強気。さあこれは回避を見ていたが、さあここディディの流れが来たか。空中後ろ出して、さあフリップを、そうですね、今フリップ上から来るのを結構読んでたみたいですね、カメメさん。外にこのパーセント、しかし張りがきつらい。さあ強気のフリップダック、しかし台が逃げていく。さあバナナを生成してシークが取り上げていく。しかしバナナを取り上げた展開って意外とあのシーク側はあのガードク、あっと前投げから長魚が入ってバースト。さあ2本取って勝った、撃墜ですね。2本取って勝ったのはカメメシーク、おめでとうございます。ウィナーズ2。はい、だいぶ厳しいですね。ちょっと視界に入りきらないので。有吉さんの椅子を15番台で。あ、わかりました。有吉さんはそのまま15番台に行ってください。結構です。